監督の大塚です。でこちらあの吉川博光さんと申しまして、一応なんかネットで調べたら文筆業っていう方が言ってますけど、なんかこう自分その一読者でして、あの理不尽な進化とか、あとマルクスのタイトルを見ると覚えタイトルな、タイトルがあるんですけれども、一応自分は人にどういう人って聞かれたら、吉川さんのことを哲学と進化生物学のエッセイストというふうにお答えしてるんですけれども、なんでこういう対談にやったのかと言いますと、自分ある喫茶店で吉川さんの本を読んでたんですよ。で吉川さんの本を読んでたら、パッて見たらすごいエクセルで格闘されてた吉川さんが目の前にいらっしゃって、吉川さんですよねって言ったら、吉川ですという出会いがありまして、それでだからその時ツイッターの交換をしたんですかね。なら自分もちょっとこの映画撮ってる情報をツイッターに載せてたんで、それで多分認知していただいたって形だと思うんですけど、その縁によって今回見ていただけませんか、それで対談もしていただけませんかってお願いした経緯です。吉川と申します。今日これ何分？20分ぐらいって短いですね。はじめその近所の喫茶店で仕事をしていたら若者から声かけられてそれで家に帰って、まあそのことについてちょろっとツイートしたんです、はい、そしたらリプライくださって、で、あ、映画作家さんなんだと思って、でいろいろ調べていくうちに、もうすごくなんか親近感を持ったんですね。勝手に申し訳ないですけど、まあちょうどこの映画のことが書かれていて、まあすごい何年もかけて作られたと。でなんか見ていくと、ラーメン屋さんで、はい、生計を立てられながら、何年もかけて映画を作られたと。なんか本当おこがましいですが、はい、私と同じだなと思ったんですね。私一応文筆家ってこと言ってますけど、本書いてるんで、はい、でも大塚さんと同じように会社勤めしてるんですね。で会社勤めして、で、まあ、大学で非常勤講師もちょっとやったりもしてるんですけど、あと卓球のコーチしたり卓球が好きなんですけど、はい、で高校の部活動のコーチしてるんですけど、そんな風にして、で文筆の方は、まあ、その余り時間でやっているので、すごくなんか親近感を持ったですね、うん、なかなか生活費を稼ぐって大変ですね、好きなことでっていうと思います。で特に結局好きじゃないこともなかなかしていく羽目になりますし、うん、だから僕は一応ラーメン屋さんで、一応子供2人いるんですけれども、その生活費を賄いながら、でも結構朝9時から夜8時まで働いて、子供と寝かしつけして、家族がみんな寝静まってからシナリオ書いたり、編集したりって出席してたんで、なかなか大変だったんですけれども、でもまあなかなか、さっきちょっと言いましたけど、パンだけでは生きていけないと、パン以外のものを求めちゃって、で求めるんならやっぱりできるだけ心が高いことをやりたい、本当に好きなことだけやりたいと思ってこれを作りました。実際好きなことがそのままお仕事になって、はい、その生活費も稼げるなら、まあ、もちろんそれでに越したことはないわけですけれども、まあね、そうじゃないケースも多々あって、まあ少なくとも我々はそうだとで、まあやりくり日々してると。ただね、その時に映画その拝見して、ちょっとお尋ねしたいなと思ったことがあって、文筆の場合は簡単なんですよ。出勤前か退勤後にコンピューター開けて文章書けばいいわけじゃないですか。だから文筆はそれ結構両立っていうのは、時間さえやりくりできれば結構簡単なところあるんですけど、はい、映画となるとそういうわけにいかないじゃないですか。その人と一緒、いろんな人とやるし、ね、あとロケとか、はい、まあ、撮影とか、もう私映画の現場のこと全然知らない、単なる一映画ファンなのでちょっと詳しく分かんないんですけど、はい、そのあたりは、そのしかもそれが5年とかにわたると、どういうふうにお作りになったんでしょうか。結局撮影期間自体は、2週間と追撮もしたんで2週間プラス1日っていう形だったんですけれども、
やっぱまず事前の準備に数年かかります、うん、本もそうですし、スタッフを揃えるのもそうですし、で揃えたと思ったスタッフが、まあ、来年には無理無理って言われて、だから本当は何月にクランクインしたかったんだけど、スタッフィングが集まらずに、じゃあ来年にって、それで1年延期したことも一度ありますし、そういう形ですごい時間がかかったってことですね、うん、編集とかね、はい、なんかそういうその過程っていうのは、あの家にいるだけじゃできないじゃないですか。編集は結局家にいてできるんですよ。やっぱその撮影のための準備、人を集めたり、はいはい、結局その、まあ、一応取り終えてしまえば編集は自宅でもできますし、まあ、はいはい、まあ、あとはパソコンのやり取りでもある程度できるんで、うん、ただやっぱ自分の肉体使って外にでやるってことは撮影ですよね、うん、それをするための準備っていうのがロケハンもそうですし、うん、そうですね、やっぱ数年かかりましたね、うん、そうそうそう、撮影までにすごい時間かかりました、うん、やっぱ映画って大事ですもんね。結構本当に痩せましたね、うん、ラーメン屋の店主なのに。そうです。あのちょっとこんなこと聞いていいのかな、はい、貴重な時間、どんなラーメンを作りますか。あのスープがないラーメン、ああ油麺、油、あ、そうですか、はい、そうです。どういうきっかけでっていうか、これ深掘りしていいのか分かんない。あの大学入って最初にやってたバイトはそのまま、はい、で自分長谷川和彦さんって人の、はいはいはい、ところに入って現場のない監督だったんで、はいはい、現場のないとはどういう、シナリオだけは延々書くっていう、へえ、連合赤軍のをずっとやってらっしゃったんですけど、はい、そうですね、なんか20年ぐらい映画のゲーム、はい、映画撮れずにずっとやってる方を、はい、ちゃんと就職氷河期の世代なんですけど、はい、就職活動をやめて、はい、ごじさんの助監督に応募して、うん、それでこう助監督になったんですけど、うん、現場がそれなりに、俺現場のないことを知らなかったので、それで20代がいつの間にかラーメン屋で働きながら思って、一応このままじゃ先ないから、一応ラーメン屋の正社員に契約して、はいはい、一応こう多分普通のラーメン屋さんよりはそこそこご飯食べていける、うん、給料出してもらうので、うん、余分なお金でちょっとずつ数年貯めてなんとか取れるっていう感じで取りました、うん、日本大学の分離学部の哲学科、しょうもないですよね。いやいやいや、哲学科でそれでラーメン屋さんと、はい、それで映画を撮っていると、はい、でこの話を妻にしたら、はい、もう哲学科の学生のエリートコースだねって、確かにそうかも。このまあちょっとね、言い方悪いけど、こじらせた哲学の若いね、はい、人の、いやすごいなと思いましたね。哲学というとですね、あの皆さんね、ご覧になったばっかりだから記憶もあの鮮明だと思いますが、あのオープニングのシーンで、はい、あの引っ越しで、はい、あの本棚の本がこうバラバラと並べられてる、はい、とこがあって、まあ、本が好きな人はね、あれでちょっといきなりちょっとチェックを入れる、はい、とこですよね。あれは大塚さんの本、そうですね、本ですよね。一応文学少女って設定なんで、ちゃんと小説系をこう前面に出してたんですけど、何回もこうテスト繰り返すことによって、はい、自分がベストって思ってた本の配置は崩れていくんで、はい、だからああいうなんか哲学系とか文学書とかがこうバラバラって感じになって、キャラクター出てないよなと思います、はい、そうだ。そう、私も正直パッと拝見した時に、あのバルタ・ベンヤミンのパサージュ論、あと北田明宏さんの笑う日本のナショナリズム、あとバレてます、東博樹さんと北田さん あの思想地図、はい、これ普通に思想好きの男の子の哲学青年のだなと。哲学の最初の話だと文学少女の僕揃えてたんですけど、これやべえなって、うん、まあしょうがないです。うん、あの私あの妻とね拝見したんですけども、あのやっぱあのなんていうか映画の風呂敷の畳み方で結構見終わった後あの激論になりまして、まあそれで別に夫婦中に亀裂が入ったわけではないのでご心配あのいただくても結構ですけど、はい、私はそのなんていうかな、あのこれあくまで私の賛否両論は多分全然違うあれになると思うんですけど、あの春樹さん、はい、の主人公のまあ初めちょっと若干なんかちょっと嫌なやつっていうか、はい、あの薄情なやつが、まあでもちょっと夢の中でちょっと自分が変わるわけじゃないですか、はい、で夢から覚めて夕方になって、で千恵子さんが、はい、まあ一瞬戻ってきて、でパソコン開いて小説の話するでしょ、はい、であの時にあのこれ間違ってたら申し訳ないんですけど、はい、春樹さんが小説に興味持つじゃないですか、はい、千恵子さんの、はい、で
私の見立てでは春樹はそもそも同棲してた本当は大事なはずの彼女の小説の中身に興味持つような男じゃなかったと。そうです、はい、で、あの一連のちょっと長い夢があって、はい、ちょっと微妙に世界線がずれて、はい、春樹の中のね、はい、春樹があの夢見なかったらそのままだったはずのものがちょっとずれて、はい、あのまあ千恵子の小説に興味を持つようになったと、はい、でこれちょっと明るいそのなんていうか私にとってはちょっと明るいお知らせっていうか、はい、ただその代わり、はい、もう別れてどうせ解消することは決まってるんでまあそれはどうしようもないと、というまあちょっと切ない感じのそういうふうに私は思ったんですけどどうですかね。そうです、いや、まあ、あパラレルワールドってことですよ ね、 ね、まあ、そうです。一応こう原作はディックとあと小松左京の戦争は、はい、したっけなかったみたいな短編を2つあったんですけど、まあまあまあそう、そう受けて、自分としてはあのバタンって黒目になった時に、うん、こうカメラがグッて観客席の方に向いて、うん、あの春樹にとっての一本の、 あの長い夢っていうのは我々が今見た一本の映画と同義で、うん、我々は一本の映画見たところで大した変化はないんですけど、うん、家帰って自分の奥さんとか恋人とかのことをちょっと理解してみようかなって思うぐらいの変、うん、小さな変化はあるかもしれないとか、でそれが次の変化になんかつながるかもしれないっていうぐらいのニュアンスで、うん、最後デモの声が聞こえちゃって終わらせたっていう感じでしたね、うん、じゃあそうすると、まあ、ある種我々は家に帰って、はい、さっき見たばっかりの春樹を軽く反復することになるわけですね。だからパラレルワールドはなその通りかもしれないですけど、うん、世界線じゃないですけど、うん、こフィクションを見てたのにバッてこう向いたっていうふうに思ってたので、うん、似た感触だったと思います、はい、あとはあの争点としてはあの私の妻はもう完全なる春樹否定派でまあそうですよねあいつのせいでみたいなあの正しくはないけど愛のある男の方がやっぱり女性は好きだってことですね、うんうん、正しいこと言うけどあの愛のない男よりってことですね。まあ川島さん川島さんですね、うん、だからあそこで、まあ、ものすごく大雑把に言っちゃうと真実と幸福っていうのがこう天秤にかけられてこう揺れてるわけじゃないですか、はいはい、まあ、あのあたりはでしかもあの、まあ、真実より幸福っていう川島さんと、はい、まあ、幸福より真実の方が大事なんじゃないか、幸福より大事なものあるんじゃないかっていうその春樹さん、はい、別にどっちにもそれなりに事情があって、はい、そのどっちがどっちって簡単にあの第三者として裁定できるわけじゃないですか、ね、まあそこがまあまあスリリングで面白いなと思いましたね、うん、そうですね、撮る側たちはやっぱ主人公の春樹、主人公はもちろん僕の自主映画が東映だったんですけど、撮る側になったらやっぱり川島の方に僕も感情移入しちゃいました、うん、どちらかといえば、うんうん、そのぐらい、まあ、まあ、母さんという役者さんがこの映画僕が観念的にすごい考えたことを肉体化してくれたなと思って、いやね、あの存在感がちょっとやばいっす、やばいっすねもう現場の、まあ、カメラ回ってない時の存在感もすごかったんで、うんうん。近くのお墓建ててあげたくって、ほらあの子ご家族もみんな亡くなっちゃったじゃない、だから無縁仏になってんだって。墓？うん、何あいつ死んだの？走らせた。後ろからゴーッと音と助けてって声がブレ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 。忘れたくないことを忘れた。静香さんの人生は静香さんのもんじゃなくなりますよ。ギリギリなんだよ。回らないものを無理くり回してんだ。これ私の顔じゃない。幽霊みたい。